ボボンジョールのエボナセーラ本日も北イタリアアルプスからひろこです、えー、まず最近のイタリアの状況ですがデモは引き続き盛り上がっていますでイタリア政府はそれに対してどんな反応をしているかというとまあ全く聞く耳持たずという感じで粛々とワクチン3回目の接種を進めております日本同様、職種だと 医療従事者が先で私の知り合いで医療関係に勤めている方も先週3回目を打ったとおっしゃってましたねで3回目のあとは副反応がひどくて発熱嘔吐で45日寝込んだっていうふうにおっしゃってましたで今日はこのワクチン副反応に関連しましてこの現地で私が え身近な友人の体験として目にしたことをお伝えしたいと思います。というのは、まあ、私の近しいイタリア人の友人がですね最近自己免疫疾患になったというお話です。ではまずこちらヤフーニュースなんですけれども一緒に読んでみましょう。 新型コロナワクチン副反応を徹底検証ギランバレー症候群日本で75件の疑い報告という記事です EMA 欧州医薬品庁が9月 A アストラゼネカの新型コロナワクチンの副反応としてギランバレー症候群を追加したと発表した ギランバレー症候群については FDA= 米食品医薬品局が7月米ジョンソン・エンド・ジョンソングループ開発の新型コロナワクチンについて接種後発症リスクが高まる可能性があると警告米ファイザー製米モデルナ製では有害事象報告は出ていない。日本では、 ファイザー、モデルナアストラゼネカ3社のワクチンが承認されているが厚,生労働あ厚労省発表の医療機関からの副反応疑い報告数はファイザー66件モデルナ9件アストラゼネカは接種数が少ないこともあってか、0件。厚労省は副反応検討部会が今後の評価案件として注視していると話す。 ギランバレー症候群とは末梢神経が障害されることによって脱力しびれ痛みなどの症状が引き起こ,す引き起こされる病気で専門家によると発症は10万人当たり1から2人と比較的珍しい病気ですが小児から高齢者まで全ての年代で発症する可能性があります。原因はか、ん 解明されていないものの約8割に何らかの感染,感染症が認められています3人に2人は発症の1から3週間前に最近のカンピロバクター、サイトメガロウイルス EB ウイルスなどの感染症にかかった起用があるとされていますと言ったものですで私の中のいい友人がですね最近まさにこのギランバレー症候群になったんですよで、 まあもちろん断定はできませんが、まあ、この1年以上の間、えー、かなり頻繁に会ったりとやり取りをしていたので、えー、まあ症状の進行具合とかを見ているとおまあワクチンの2回目打った後あたりからなんか症状が悪化したかなというふうに私には感じられるので。 まあ一応可能性として、えー、こういうケースがありましたよということでシェアしたいと思います。ということでケース紹介この方はイタリア人50代男性起用歴は特になし喫煙なし飲酒はもちろんしますワインを作ってるぐらいなので一般のイタリア人の例に漏れず昼も夜もという感じですね。 あと大変グルメな方なのでまあ目立つ身体的特徴としては肥満というのがありますまあ体重は3桁超える超えないぐらいをちょっとフラフラしている感じですねでワクチンは2回接種済み結構早かったですね春にはもう2回目打ってたんじゃないかなこのギランバレー症候群と診断されるまでの症状 まあ、元々膝のの痛みっっていうのはあったんですよねそれが去年、うん、今年入ってからか昨年末ぐらいからひどくなり始めて、まあ、イタリアはホームドクター制度で,したですからホームドクターにかかったところおや,、まあ、やっぱ肥満と運動不足でちょっとだいぶ体重の負荷が膝にかかってるっていうことであとはちょっと水も溜まってたらしく水を抜いたりとんで痛み止めと であと運動を進められるっていう感じで経過しておりました、えー、それが全然回復せずにまあ特にそうよねやっぱ春夏ぐらいからかな痛みが膝から膝だけじゃなくってももにかけての関節痛というか神経痛のような感じになりでそれが腰にもきて でしまいにには腕にも来てで彼が言うには関節症の時のような痛みではなくってあのよく肘のこのほ関節の骨と骨の間のところを誤ってこう机の角とかにぶつけるとビリって電気走ったようになりますよねああいうような感覚ででも自分はどこにもぶつけてないのにちょっとこう動いたりする時に本当もう体の中からまさに神経がビリビリって 電気が走るような感じで力が入らないという痛みの症状に変わっていきましたホームドクターのみならずプライベートの診療も受けて検査なんかもしたんだけど確定診断は出ず、うん、まあ神経痛でしょうみたいな感じでやっぱ痛み止めですよねただ痛み,痛み止めもやっぱ普通のじゃ効かないから例えばロキソニンとかそういうのじゃもう効かないから えー、コルチゾーネとかだんだん強いものになっていきましたで強いものになっていったけどやっぱそれでも全然結局対症療法だしね症状自体が改善されるということはなくってうーんでどんどん悪化していったとで夏はまだ運転したり外出はできてたんですけれども夏終わり秋口 にはもう自宅内移動も困難という状況で9月中旬ぐらいからはもう階段自宅の階段も上れないで夜休もうと思って横になっても、ね、寝返りするのもきついような感じで,でついに9月末に、まあ、この地域の、ね、一番大きな私立病院受診してで、まあ、即入院といろいろな血液検査 あとは免疫グロブリン療法をして約10日ほどで退院とで今は自宅療養中にその入院している間も確定診断は出なかったんだけれどもほんとつい最近 WhatsApp、えー、って言ってねあの、まあ、ヨーロッパにおける LINE みたいなチャットでいきなりウィキペディアの「ギランバレー症候群」っていうページ送ってきてこれだったと 告白ししてくれました今の症状としてはまあ入院治療のかいあってか少しずつ回復はしています、うん、でもまあ前のようにピンピン働くっていうのは無理ですね基本は家で、まあ、ようやく家の中で杖なしで歩けるようになったかな程度痛みはやっぱまだまだ感じるというところです。 あちなみにワクチンはファイザーを打ったということです。ということで、えー、私の友人のケース紹介でしたひ、まあ、膝という厳曲した痛みから全身の神経痛と広がるっていう悪化そして、まあ、痛みの質が変わるってことですね関節痛から神経痛へっていう急速な悪化は2回目の接種以降と 見てるとタイミングが被るなぁと思うことまあかといってもちろん断定はできないですよねでこの方の場合実は新型コロナそのものにもかかってるんですよ症状はほぼなかったそうですけれども一度罹患していてただ これが、ね、いつかかったかわかんないんですよね、実は私に隠してたみたいで <laughs>、事報告だったんですよもう完全によくなって、で、まあ、回復してすぐでもないと思うんですよね、しばらく経ってから、あそういえば、最近、判明したんだけど、コロナにかかってたらしい、ホームドクターがなんか検査したら、陽性だったって、後から言われたんだよって。 言うんだけどそんなわけないですよね <laughs> いや。絶対嘘ついてんなって思ったんだけど、うん、まあそこはぶっちゃけイタリア人あるあるだから流してあげて、あ,あそうだったんだまあとりあえず回復してよかったねと返しておりました。まあ、なのでもしかして私もちょっともらっちゃって実は知らない間に私もかかってたという可能性もなきにしもあらず。 まあそれはいいとして先ほどの,あのヤフーニュースに書いてあったように感染症にかかることが引き金でギランバレー症候群になるケースもあるということなのでもしかしてコロナそのものにかかったことのまあ後遺症的な感じでまあそれがトリガーになってギランバレーになった可能性もあるということは付け加えておきます。 その見ていた限りで考えると、まあ他のインフルエンザとかにかかった様子もないしいずれにしてもワクチンあるいは新型コロナそのものか要するにコロナ関係が引き金になってギランバレーになったんじゃないかなというふうに私には思われます。ということで私のの友人のケース紹介でしたでこの記事の一番最後にですねなお冒頭の EMA は ギランバレー症候群の副反応は頻度が最も低い非常に稀でワクチン接種の効果はリスクを上回ると強調している FDA も頻度は低いことからワクチン接種を推奨する方針は変えていないというふうに結ばれております。で実際この EMA の EMA サイイトやそれに関連する記事を、まあ、英語語びイタリア語で 検索したんですけれどもまあ確かにこのヤフーニュースに書いてあるようにリスクよりベネフィットが上回るということは書いてありましたなのでワクチンを打ちたい人はまあ安心して3回目でも4回目でも副反応に注意しつつも打てばいいと思いますで一方ワクチンに対して慎重派の方はこういうケースも実際 起こりましたよ。ということを念頭に各自。情報収集して判断して決定するのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、そもそも、このね、E. M. A. の。リスクよりベネフィットが上回る。で、これはあくまで。一般論というか、全体的な公衆衛生の観点から見たことであって。各個人のリスクとベネフィットは。 違いますよね例えばアレルギーがすごくひどくて特に化学物質にすごく過剰に反応しちゃう人だったらワクチンを打つっていうことの方が相当リスク高いかもしれないし長年喫煙,喫煙歴のある方や呼吸器系がもともと弱い方っていうのはコロナにかかって重症化しやすい。 でしょうから打った方が安心だろううしととといいことになると思いますまさに個人個人の体に関わることなので打つか否かっていうのを第三者他人に言えるのはその人を診察してよく知るドクターだけが言えることなんじゃないかなというふうに私は思います。他人に対して打つ っていうのを強,強要するのも違うし、また逆に打つなって強要することも違うんじゃないかなと。まあ、仮にね。雰囲気に流されて。打ちたくないって思ってる人が打ってで、万が一私の友人のように自己免疫疾患になっても、誰も同情こそすれど、責任は取ってくれないですからね。自分の体ですから。自己責任。 でさらに、まあ、こういったレアケースかつ引き金になる出来事が起こってから時間が経ってようやく発症するようなことだったら副反応だからっていうふうに、まあ、断定して例えば保証されるとかそういうことも難しいだろうと思います。まあ、例えば今ののの、まあ、回目の接種の後に結構 発熱とか全身倦怠感嘔吐などなどそういうすごく頻発する副反応に関しては副反応ってやっぱニュースなんかでもはっきり言ってますけれどもこういったねただでさえ10万人に1人しかならないような病気ですからそれをはっきり副反応っていうふうに確定されることはまあまずないんじゃないかなと思います。とということで 私の友人のケース紹介でした最後になりますが辛そうにしている友人と話している中で印象的だった言葉をご紹介します痛み自体も辛いけど何より辛いのはなかなか診断が出なくて自分の身に何が起きているのか明確にならないことで、今一応の診断はついたけれども それも確定ではなくてまたその原因もはっきりわからない自分の体に何が起こっているのかわからないということが一番不安だ一番つらいというふうにおっしゃっていましたうん確かにまあ私はねこういう病気になったこともないしうん、まあ、痛み身体的な痛みは見ていて本当につらい つつらそうだなって思っていたんだけれども、うん、こういう感覚なんだなっていうのを、まあ、自分の身に置き換えてみると確かにこう自分の体なのにうん何かこう,どう何がどうなっているのかわからないでわからないっていうことははっきりとピンポイントで治療っていうこともできないので、まあ、ようやく最近ね診断はついたものの うんまあ、その間半,半年以上ですよね、まあ、本当につらかったんだろうなというふうに想像します。ということで、えーまあ、それぞれの方にとってリスクよりベネフィットとなる選択ができるようにこのケースが少しでも参考になれば幸いかなと思います。では長くなりましたが 最後までありがとうございましたアラプロシマーチャオチャオ紅葉してるブドウの葉っぱです